はあ、はい、待っとんのカメラ。待ってます。ああ、納得できんよ、これ。まあ仕事がどうしても休みだもんね。はい、工事出したらさ、はい、4畳もできとらんもんな。ああ、4畳、うん、社長、ね、社長はあれあれが僕の同級生ですよ金持ちですよ、いわゆる。さ、はい、ちょっとお願いって今日来て、俺の知り合いで塗装屋さんと足場屋さんやっとる調子に乗った YouTuber みたいなのがおる、はい、要するに俺んとこのやつらは足場で毎日鍛えとるからもう楽々だと。いくらだったこれ。そんな価値ねえよ。そんな価値ない。よし、お疲れ様です。社長よし、お疲れ様です。社長ってもう時短自由しな今日車売ってまいりました。お、売ってもらったんですか。150万178万178万円でちょっと車売ってもらったんですけど、なんていう車。 LC。 あ、 LC、レクサスの NC。 これなかなか見んやろ。 LC だよ。あ、 LC 同級生が、まあ、な、何トビ、鉄骨トビ、鉄骨トビの会社と鉄工所もやってたね、はい、で、まあ、うちよりも全然規模でかいんですけど、はい、そ、総売り上げいくらぐらいやってるんですか。30億ぐらい。30億。おおってさすがに同級生だろこれ。やばいだろ。違うんだ、ね、俺もだから178万で、はい、俺のこと大好きだから売ってあげるって。あ、髪が生えたお祝いにこれが本物だったら売ってくれるらしいよ。偽物だったら偽物だったらちょちょカメラの前になるどういう動画でおさ撮影中すいません。まあね、明日が総研だね。明日が総研って、まあ、こう近くにおるんですけど、まあ、中学校が隣中学校なんだね俺と。でずっとまあ一緒にまあ悪いことやったりいいことやったりいろんなことやって、はい、でついに最終形態の1780万円を178万円で売る。178万円、僕の車と値段一緒っすよ。うん、当たり前だ。それ連れ価格だ。お前だったら1億だぞ。マジですか。1億7800万。絶対買わないっす。買わんじゃない。買わせるから。行った方がいいって。行った方がいい。社長の命令は絶対ですね。絶対じゃん。うちの会社は絶対です。なるほど。うちの会社は絶対なの。すべてが絶対だ。ちょっと、でもまあこれちょっと試乗しようか。なかなか目に聞かないじゃん、これは。そうですね。もう本当にちょっと興味あるの。ちょっと回してもらっていいですか。いいですか。で、進行。で、扉をどうやって開ける。いや、押すんですか。俺、鍵持ってない。いいんです。して。はい。え？何これ。だ入ってて、あ、こういうこと？あ、あ、そういうこと。うわ、すごい。高級感が。なんこれ。なんちゅうのこれ。羊側？羊側。羊。コーディロイ。なんていうんですか。なんていうの。僕もわかんないです。もう分からんのよ、お前カメラマンやってんの。はい。あ、俺は絶対ですすごいな、これ本当に。おお、なかなかないな。そうですね、うん、ちょっとこれさ、本当今日はさ、スポーツカーだから実際に走っとるところを、はい、お前らと2台で並走して、はい、あ、ほんであっち の, あの速度制限ないところで270キロ以上出るらしいで速度制限ないところでアルファードでついてこい270キロアルファードいけますかねいけるかもしれない今あれだろ、あのスタッドレスタイヤ入ってる分大丈夫だろ関係ありますかねもうちょっとドライブしながら行ってみようか。はい、うん、ちょっとまあで社長トークもいろいろちょっと真面目に、はい、今日はだってちょっと視聴者の皆さん、あの、まあ、本当にねいい話聞けると思う。まあね、まあ、一応2台目だけど着いた時だって1億はそこだよね。1億そこらを、はい、やっぱ30億にした手腕なんだね。でそれをいろいろ話をしながら、まあ、建設業だりさ、鉄骨飛びと、はい、あの飛び会社か。でまた次会社買うもんね、50億ぐらいになるらしい、ね、会社ばっか買っちゃっとるよ。車を買うがごとく会社ばっか買うがごとくこうだな。うわ、これも3日ついな。暴走族しか入れんとこあるで、そう270キロ入るだし、僕ら暴走族じゃないですけど、お前入り口前取っとけ。わかりましたよし、こうは、はい、終わりました。
さあ、これ本当に言ってくれるの？ん？やばいねこれ。ちょっとドライブ入ってるこれ。入ってる。こんな。何リッター 5.9？ ハイブリッドじゃないのこれ。うん。5.9 やばいな。垂れ流しやん。5.9 だとまだいいでしょ。昔のセレッションみたいな。違う。じゃあ。この間乗ってた車なんて3とかだよ。あ、レキサ。うん。ランクか、LX か。まあ、視聴者の皆さん、これが金持ちのドーラブですわ。本当に。もうなんか可愛いもんだな、クラウンなんか。3台買えるでしょ、行って。うん。ね。3台買えるよね、マジで。子供は、ね、何やってますか？オンの子供は。あなたは。オン。3人。何なんかやってるんですか？全員ラグビー。ラグビー、うん、でも、息子がうちのちょっとファンなんでしょ、うん、そうそうそう。名前なっちゃう。ん？名前なっちゃう。息子の？うん。リュウコ？ん？リュウコ、うん、リュウコ見てる？挨拶来いやお前。初田坊さんのところ挨拶来いや。これが天才っちの見せたるわ。まあ、会社の規模はちっちゃいけど会社の規模じゃねえぞ人間は。どう人生腐っていけるかってことだぞ。どうクズでいられるかってことだぞ。どう成長しずにいられるかってことだぞ。そういうことだ、ね、そういうことだ、ね、大事なこと、大事なことだね、マジで。そこが大事だね。何仕事はどうなの？順調なの？順調じゃないね。え？順調じゃないね。なんで？順調じゃない。5000万取りっぱぐらいだから毎年もう隠すか、どこに金隠そうって相談してくれたでしょ。どこに金隠したらいいって。毎年きちっと税金を納めさせていただいて、貸金庫に隠せばいいよって言ったじゃん。お国にお金を納めてますから。そう、税金払うのが、はい、私服の幸せ。そうそうそう、一番幸せですね。お国にお金を納めて。それ嘘つきだな。やっぱでもあれだな、スポーツカーで相手うるさくなっとんだね。うん、ちょっと音は出るね、やっぱ出る。乗り心地はそんなにあれだな。なんか悪くなくなったらしいよ。なんか前のやつはなんかもうちょっとダメだった。あ、同じ方の、あ、同じ名前の。そうそう、なんか改良してってるんですよ。同じでも。あ、そういうこと？毎年。まあ、こんな出たばっかじゃないのこれ。だってこんな初めて来てる今。LC 時代は何年経ったの？4、5年経つんじゃないか。やっぱそんなに。やっぱ日本車なベンツとまた違う乗り心地の良さがあるね。うん。やっぱこれ辺がもう綺麗だよね。やっぱ荒々しさからじゃん一番。うん、これやっぱりにあの優等生というか優等生だね、秀才みたいな感じだよね、うん、だけど乗らんけど乗りにくいね。なんて何乗ったの？ハイエースも乗りにくいでしょ。ハイエースが一番乗りやすいな。そうでしょ、あれ一番便利だよ。これスポーツプラス、スポーツモードいくぞ。うん、スポーツ。うわー、速い。Hello YouTube。 Hello YouTube。Hello YouTube。 Hello YouTube。 Hello YouTube。 かっこいい、やっぱ外から見とって。俺とこの車どっちがかっこいい？当たり前だろ。あ、比べるもんね。ごめんごめん、愚問だったわ。愚問しちゃった。やばいね、ワールドができとんね。ワールドができてる。じゃあ最後にちょっと質問いこうか。大変ない、なんか大変なことがあったって聞きましたよ。そうそう、5000万。あ？5000万未払い。5000万、うん、未払いってどういうこと？仕事やって、うん、仕事やったっていうのはなんかお客さんが建設会社かなんか。そうそう、お客さん、何の仕事？鉄骨？うん、鉄骨の製作やったの。製作ね、うん、製作やったんだけど、うん、7800万ぐらいで受けて。7800万。うん、で1個の制作で、まあこういう建物の鉄骨を作ってたんでしょ。そうそう、うん、でそしたら2500万ぐらいだけ払って、うん、あと5000も払ってない。なんでそんなことが起きたの？金ないんだよね。金ないんだ、分かんないけど。だけどお客さんからもらうわけでしょ、そいつも。いや、もらっとんだけど、うん、要はそいつ自転車操業で、うんうん、で前の案件もずっとそうやってなっとるもんで、うん、そうそうそう、普段そんな仕事はまずやらないんだけど、うんうん、まあ、うちの、
まあ仲のいいやつがどうしてもやってって言うから、うん、まあそれだけいい、うん、知り合いかな、まあ、まあいいよっつってやったの、うん、社員の知り合いだったわけ。そうそうそう。でもそれ別に、まあ、そいつは別に悪気あって言ったわけじゃないでしょ。悪気あって言ったら、でまあ付き合いも10年ぐらいはあるっていうもんだから、うん、うん、なんかって話来たもんね。そう、なんとかやってほしいって来たからやったの。うんうん。じゃあ5000も払わんの。連絡も取れんの。連絡はつくちょっと待ってくださいみたいな。いや別にこうしなったわけじゃない。うん。いや払う意思はあります、ね。って言ったの。うん。あのやり取りはできるんだ別に。一応ね、俺はやってないけど。あ、その社員投資やっとるの。うん、うん、うん。それ自分で入ってた方がいいの？一回合わせろって言って。で行ったんだよ。うん、で行ったら本人も逃げも隠れもしてないし。うん。でどうすんのって。で結局そいつ弁護士にを入れてきて。うん。あ、でも何破産宣告するの。いやいや、だからそのつもりもない。弁護士でやるってこと。要はその代理人をやってほしいっていう、うちとのその話し合いの代理人をやってほしいっていう、うん、を弁護を頼む。あの弁護士は間入ってんの。間入ってる。期日は出てきたの。もう期日はだから11月の末が最終期日だったんだけど、うん、その前に弁護士に代理を頼む交渉をした。ああ、そういうことね。うん。一番立ち悪いよね。立ち悪いね。もうわざとだじゃん。多分もうそうだよね。もう計画的だ。だからもう詐欺でしょ。だってうちが受けてる金額よりも、うん、と契約した金額より、うん、そいつがゼネコンと契約してる数字の方が低いんだ。あ、もう最初から赤字で。最初からやってんだ。あ、でもだからそれはもう詐欺で、うん、もう訴えるよっつったの、うん、だけどそいつパクられちゃうと、うん、金取れんじゃん、うん、それも分かっとんの。あ、そういうことね、うん、で立ち悪い。まだもう弁護士立てても、まあ、のらりくらりやってくるつもりやんだ。のらりくらりがいっぱいあるんだと思う。あ、よそにも、うん、わあ、それきついね、うんうん、どうすんの、もう諦めとんの。いやいや、取らなあかんでしょ。取らんと偉いよね。5000万だってキャッシュな払ったんだからね。それはそうだよね、仕事をしとるでね、うん、で工事はもう終わったんだ。終わった。だってもう全部じゃあ完済しとるわけだね。うん。そのゼネコンももう、あのゼネコンとこも行ったけど、うん、いやもう私うちは全部払っとるって。そう、まあ確かにそうだよね、うん、うちはそいつに全部払ってるっていう。確かにそうだ、うん、うん、あのそいつはもう仕事取りたいもんね。もうありえんよね、値段で仕事取ってきて。で後で引っ張るつもりだったみたいだけど、うん、それも結局ゼネコンには交渉の余地なしって言われて、うん、いや、あんなとこやるって言ったんでしょ、あんなとここれでやるって言ったんでしょ、うんうん、なんで追加払わなあかんのと、うん、なるよね、それ、うん、なるよね、うん、契約書もね。だからその追加がもらえてやっとうちに払えますぐらいのこと言うと関係あるか、そのままつって、うん、そりゃそうだよね、うん、お前の事情だろそれはつって、うん、うちとお前の契約が関係ないだろう、ね、うっそ、漫画みたいな話だよ。じゃあ本当にだけど気をつけた方がいいよ。コロナになってそういうやつ増えとるから。まあそうだよね、これ視聴者も本当に、うん、まあ、こんなさ俺もそう、うん、何十万とかね100万単位ぐらいだったらちょこちょこあるけど、うん、あの決してね、なんか相手もさ、まあ癖が悪いのは確かかもしれんけど、うん、そういう人だけばっかじゃないじゃん、うん、もう本当は払おうと思ってやっとったんだけど、うん、これ赤字で仕事も減っちゃったもんで、その金ね、次の案件のものを前の案件に使っちゃうんだよね、うん、多分。そう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 。で給料先に払っちゃうわけじゃん、社員。そう、給料払う外注にまた俺と同じやつがいっぱいおるんだ多分、うん、そういうことだよね。で、うん、そっちに払ってってるわけでしょ、多分古いところから順番に、うん、そういうやつおるから気をつけてな、うん、まあ、ちょっといろいろね、久々に同級生と会って、はい、車なんかちょっと、まあなかなか仕事に対する話もいい話もいっぱいできたんで、はい、ね、ぜひまた皆さん、あとあれね、あの求人道場って今やってますんで、あの求人道場と、はい、あと外気塗装のマッチングと、はい、求人のマッチング、建設会社さんも求職者さんも、まあ、もちろん登録できるし、はい、あとは外気塗装のマッチング、お客様と外気塗装をマッチングするのもあのできるんで、今塗り替え道場のホームページにちょっとリンク貼ろうかって言ってるんで、多分ね、はい、もう見た頃にも貼ってあると思いますんで、塗り替え道場のサイトからでも行けますんで、はい、ぜひそっちの方も見てください。はい、よろしくお願いします。なんでねいや、うん、やるぞ
いいねをよろしくね。